同性でもいいし、性でもいいし、どっちでもいい、かな。15日、フリーアナウンサーの宇垣美里さんが、自身がマックを務めるアビー前の新番組、宇垣美里と感激30からの歩き方に出演。結婚について語りました。同番組は、恋愛、仕事、プライベートなど、人生の様々な局面で転機を迎え、人生の選択をした30代男女の言葉から、30代の歩き方を学ぶ、ことをテーマにしている。第1回目の放送では、結婚が全てじゃない。と、題し結婚にまつわる様々なエピソードを語り合いました。結婚願望について聞かれた宇垣は、意外とどっちでもいいんです、と告白。結婚したい人がいればすればいいんですけど、結婚じゃなくてもいいんです。結婚である必要はない。同性でも異性でも、どっちでもいい。相手がどうしても結婚したい、と言ったら、その制度に従うかどうか考える。しかし、宇垣は、結婚って面白そうだな。とも思っていた。友人の既婚女性は、一人でいるときは成功も失敗も予測できるけど、子供がいて夫がいるとギャンブル性がぐっと上がって面白い、と話していた。15日、宇垣美里がマックを務めるアビー前の新番組、宇垣美里と考える30歳からの歩き方に出演。自身の結婚観について語った。同番組は、恋愛、仕事、プライベートなど、人生の様々な局面でターニングポイントを迎え、人生の決断に至った30代男女の言葉から、30代の歩き方を学ぶ、ことをテーマにしています。第1回目の放送では、結婚が全てじゃない。と、題し結婚にまつわる様々なエピソードを語り合いました。結婚願望について聞かれた宇垣さんは、意外とどっちでもいいんです、と告白。結婚したい人がいればすればいいんですけど、結婚じゃなくてもいいんです。結婚である必要はない。同性でも異性でも、どっちでもいい。相手がどうしても結婚したい、と言ったら、その制度に従うかどうか考える。しかし、宇垣は、結婚って面白そうだな。とも思っていた。友人の既婚女性は、一人の時は成功も失敗も予測できるけど、子供がいて夫がいるとギャンブル性がぐっと上がって面白い、と話していました。では、次回のビデオでお会いしましょう。お忙しい中、どうもありがとうございました。